私たちも早速装置の捜索を始めるです。少しでも怪しいものをとにかく集めていくです。お、新内も合流か。手がかりが少なくて困ってたんだ。助かるぜ。ベックスさん、オエッジさんも。暁の決命のピンチとなりや、協力しないわけにいかないからな。ジェシーにとっ捕まって来られなかったシド会長の分まで俺たちが働かせてもらうぜ。頑張るっす。ありがとうございます。みんなで必ず装置を見つけるです。ここらにはなさそうだな。ウェッジ、お前隙間から奥に入れないか。いくらオイラでもさすがに無理っす。それじゃあ私がやるです。タタルさんにそんなことさせられないっす。心配無用です。私動ける受付なのです。悪い、伝えてなかった。奥の方はまだ安全が確保されてないから深入りしすぎるなって財団の調査員が。何か見つけたのか。おお、これまでの中では一番装置っぽいな。その模様、なんかちょっとうちのロゴに似てるっす。類似品にご注意っす。捕らえた、今度こそ。おい、大丈夫か。何事っす。さあ、すり抜けてくれるなよ。悠久の時を経てここに時空を越えよ。もしかしてその装置が正解だったのですね。我にその門を開け。どうかどうかご無事で、必ず皆さんを。なんでだよ。そんな結末のために俺たちは歩んできたんじゃない。
あなたはまだ消えるべきではないわ。果てのない夢から目を覚ます。ひどくおぼろげな予感が、しかし確かに自分を呼んだ気がした。同業者ではなさそうだ。こんな真夜中にどうしたね。これはまた随分懐かしい冗談だ。俺のじいさんも仲間と遅くまで飲むときに言ってたっけ。お客さん、酔っ払うのはほどほどに。暗い夜なんて来るわけもないじゃないですか。世界から闇という闇が失われてもう100年も経ってます。ん？どうした？まるで本当にわからないって顔じゃないか。さてはあいつらに襲われでもしたか。混乱しちまってかわいそうに。俺は次の商いがあるからこのままよそに行っちまうが、お前さんは近くの町で保護してもらうといい。この森を東に抜けると巨大な水晶の塔が見える。そのたもとがここらで一番大きな都市。光に反逆せし者が集うクリスタリウムだ。
その塔はどこまでも高くそびえていた。まるで光に覆われた空を裂くかのように。そこから戦いが再び始まる。光を闇に、正義を悪に、覆していく戦いが。